キュージャドソン・キルパトリックは、南北戦争の北軍士官であり、名誉少将の位まで登った。後に在地入アアメリカ合衆国大使となり、またアメリカ合衆国会議員選挙に出馬したが、落選した。戦闘中に指揮下の兵士の命を無視するような、無効水と考えられる戦術を使ったことで、キルカバルリと呼ばれ、成し遂げた勝利で賞賛もされたが、その家や町が破壊された。 南部人からは、剣をされていた。ヒュー・ジャドソン・キルパトリックは通常、ジャドソン・キルパトリックと呼ばれ、ニュージャージー州、デッカータウン近くのボンテジ軍区にある農園で、サイモン・キルパトリック大佐とジュリア・ウィッカム夫妻の4番目の子供として生まれた。キルパトリックは、南北戦争が始まった直後の1861年に陸軍士官学校を卒業し、 第一アメリカ砲兵隊の勝利に任官された。3日後には第5ニューヨーク不評連隊で大佐となった。1861年6月10日、キルパトリックはビッグベセルの戦いで一個中隊を率いている時に南北戦争で最初の負傷した北軍士官となった。9月25日には自分で立ち上げに協力した第2ニューヨーク騎兵隊の中佐となった。 この部隊は、キルパトリックに名声と悪名の両方をもたらした、騎兵隊となった。キルパトリックの当初の任務は、静穏なものであり、参謀の仕事と小規模の騎兵同士の小競り合いに参加したくらいだった。それが1862年8月の第二次ブルランの戦いで変わった。北バージニア方面作戦の初期に、バージニア中央鉄道を襲撃し、戦闘初日の夕刻に、 愚かな黄昏時の騎兵突撃を命令し、一個、騎兵大隊全てを失った。それでも12月6日には大座に昇進した。キルパトリックは攻撃的で恐れを知らず、待望があり、からいわりするところがあった。20代半ばに会って出世するために政治的影響力を使うことに長じていた。その部下達は、キルパトリックのやり方をほとんどこのまず、キルパトリックが 部下や馬を進んで疲れさせ、自殺に等しい騎兵突撃を命じることを嫌った。部下がキルパトリックにつけて広まったあだ名は、キルカバルリだった。キルパトリックは、軍隊の他の者たちにも悪評があった。その宿営地は、管理が悪く、売春婦が常に集まり、キルパトリック自身もしばしばそれを利用した。1862年には捕獲した南軍の物品を、 自分の利益のために売却したことで告発され汚職の罪で収監された。また、ワシントン DC で酔って馬カ騒ぎをやった時や事態のために馬を購入する時に賄賂を受け取ったとされることでも収監された。ハーパーズ・ウィークリー氏に載ったキルパトリックの襲撃のスケッチ1863年2月、ジョセフ・フッカー少将がポトマック軍の中に騎兵軍団を創設し、 ジョージ・ストーンマン少将を指揮官に据えた。キルパトリックは第2師団の第1次四段指揮官となった。5月のチャンセラーズビルの戦いで、ストーンマンの騎兵隊はロバート・ E ・リー軍の後方を深く回り込み鉄道や補給所を破壊するよう命じられた。キルパトリックは喜んでその任務を遂行した。軍団は意図したようにリーの注意を引きつけることができなかったが、キルパトリックは 積極的に視聴者を捕獲し、橋を燃やし、リー軍を回り込んで、アメリカ連合国の首都リッチモンド郊外近くまで行く、ことで名声を勝ち得た。1863年6月9日、ゲティスバーグ方面作戦の初めに、キルパトリックは、この戦争の中でも、最大の騎兵同士の戦闘である、ブランディステーションの戦いに参戦した。6月13日には、 順序の聖唱を受け、アルディの戦いとアッパービルの戦いで戦い、ゲティスバーグの戦いが始まる3日前に、師団指揮官を任された。6月30日、ペンシルベニア州ハノーバーで、南軍 JEB スチュアートの騎兵隊と短時間、衝突したが、その後で、情報収集という本来の任務よりも、スチュアート隊との追いかけっこになってしまった。 ケティスバーグの戦いの2日目である7月2日、キルパトリックの師団は、ハンターズタウンの町の北東5マイル地点で、ベードハンプトンの騎兵隊とコゼリアいを行った。続いてその夜は、南東のトゥタバンズで宿営した。翌日部下の旅団指揮官の一人で有名な、ジョージアームストロングカスター殉将が、町の東でのスチュアート隊に対する攻撃で、デイビッド・グレック殉将の師団に合流するよう、 命令されたので、キルパトリック指揮官には一行旅団しかなくなった。7月3日、ピケットの突撃後、全軍指揮官、ジョージ・ミード少将と、騎兵軍団指揮官、アルフレッド・プレソントン少将から、南軍右手のジェームズ・ロング・ストリート・中将の、リトル・ラウンド・トップ・マニシにある、不評陣地に対して、騎兵突撃を命じられた。キルパトリックの唯一の旅団指揮官、エロン。 ジェイファーンワース順将は、そのような無益に攻撃に抗議した。キルパトリックは、ファーンワースの勇敢さに、本質的な疑問を抱いて、彼に、あえて突撃をけしかけたと言われている。それでは、神にかけて、あなたが行くことを恐れるというなら、私自身が突撃を指揮しよう。ファーンワースは渋々ながらも命令に従った。ファーンワースは、その攻撃で戦死し、その旅団は、 大きな損失をこむった。キルパトリックと残った、騎兵隊は、リー軍が、バージニア州に撤退する間に追撃して嫌がらせを、行った。その年の秋、キルパトリックは、ラッパハノック側で、南軍の奉還サテライトとリライアンス破壊のための、遠征に参加し、領艦に乗船してうまく、乗員を捕まえた。キルパトリックと、第三師団の参謀たち、 1864年3月1864年春のユリシーズ・グラント中将によるオーバーランド方面作戦開始直前、キルパトリックはリッチモンドやバージニア半島を通る襲撃を行い、ベルアイルやリビー刑務所で囚われている戦争捕虜を救出しようとした。キルパトリック隊は多くの資産を破壊し、敵軍と多くの戦いを行ったが目的は達しなかった。 配下の旅団指揮官の一人で、ジョン・アドルフ・ダールグレン海軍少将の息子、ウルリッヒ・ダールグレンが、その途中で戦死した。ダールグレンが死んだ直後にその体から文書が出てきて、それには、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの暗殺計画に関する命令が書かれていた。ダールグレン文書の発見と出版によって、国際的論争が引き起こされた。キルパトリック・ダールグレン遠征は、 このような失態になり、キルパトリックはもはや東部戦線にいられなくなった。その後西部戦線に転属となり、ウィリアム・シャーマン配下のカンバーランド軍で、騎兵軍団第三師団指揮官となった。シャーマンは1864年のキルパトリックを、ようやくして、私はキルパトリックが最高の東変墓だと知っていたが、この遠征では、私の騎兵隊をまさにそのような男が指揮するのを、 望んだと言った。1864年5月からキルパトリックはアトランタ方面作戦に参加した。5月13日、レザカの戦いで太ももに重傷を負い、そのために7月遅くまで戦場に復帰できなかった。その後、南軍前線の背後の襲撃でかなりの成功を収め、鉄道を剥がしたり、ある時点ではその次第が、 アトランタの敵陣地周辺を完全に乗り回したりした。キルパトリックは、シャーマン軍に、随いて、サバンナまでの海への進軍から、北のカロライナ方面作戦まで従軍し続けた。南部の資産を破壊することに喜びを見出した。二回ほどそのそやな本能が働かないことがあった。キルパトリックがコロンビアを通過するときに出会った若い、南部女性と寝ているときに、 南軍ウェードハンプトン少将の指揮する、騎兵隊が、その宿営地を襲ったことと、モンローズ交差点の戦いで、下着のまま命からがら逃げ出し、自部隊が結集するのを、待ったことだった。1865年4月17日、ノースカロライナ州ダーラム近くのベネットプレイスで、持たれた幸福交渉の席では、キルパトリックが、シャーマン少将と同行した。 キルパトリックは1865年4月から6月までミシシッピ軍事地区軍の騎兵軍団で一個師団を指揮した。6月18日には志願兵の少将に昇進した。キルパトリックは共和党員として政界活動を始め、1880年にはアメリカ合衆国会議員選挙に出馬したが落選した。1865年アンドリュー・ジョンソン大統領から チリ大使に指名され、これをグラント大統領の時まで続けた。在地リアメリカ合衆国大使として、バルパライソ爆撃後の陳茶諸島戦争の3戦国の間を仲裁する試みに関わった。スペイン帝督、メンデスにユネスの使用条件が占領されたコバドンガの返還だったので、この試みは失敗した。キルパトリックは、アメリカ海軍の指揮官、ジョン・ロジャーズ海軍中佐に、 港の防衛とスペイン艦隊への攻撃を求めた。メンデス・ニュネス・提督は私に一隻しか船が残されていなくても砲撃を続けるのでアメリカの艦船を沈めざるを得ないだろう。スペインと女王と私は名誉のない艦船よりも艦船のない名誉を好むと応じたのは有名な話である。キルパトリックは1870年に本国に呼び戻された。 1865年の任命は政治的取引の結果だと考えられている。キルパトリックはニュージャージ州知事選挙で共和党指名の候補者だったがマーカス・ウォードに敗れた。キルパトリックはウォードを支援する代わりにチリでの職を与えられた。グラント政権がキルパトリックを呼び戻したために1872年の大統領選挙ではホレス・グリーリーを支持した。 1876年までに、キルパトリックは、共和党に復帰し、大統領選挙では、ラザフォード・ヘイズを支持した。1881年3月、ニュージャージー州における、共和党員としての活動への感謝と、会議員選挙で敗れたことへの残念賞として、ジェームズ・ガー・フィールド大統領は、キルパトリックを、再び、チリ大使に任命した。キルパトリックは、 チリの首都サンティアゴを到着後まもなく死んだ。その意外は1887年にアメリカ合衆国に戻り、ウェストポイントのウェストポイント墓地に埋葬された。キルパトリックは二つの戯曲を書いた。アラトゥーナ、ゴーマークの歴史と軍事のドラマと、青と灰色、あるいは戦争は地獄だである。キルパトリックはチリで二番目のツマルイザ・フェルナンデスで、バルディビーソと結婚した。 ルイザは17世紀に南米に移民したスペイン人の裕福な家系の一員だった。鉄道王で知られるバンダービルト一族と結婚したグロリア・モーガン・バンダービルトと双子の姉妹、テルマ・ファーネスはキルパトリックの孫である。他に著名な子孫としてグロリア・モーガンの娘グロリア・バンダービルト、その息子で CNN の記者アンダーソン・クーパーがいる。ありがとうございます。